で、前回ね、ちゃんとやろうとしたんだけど、それでね、証をね、取りに行こうとしたんだけど、まあ、道中で、まあ、カンダタってやつが出てきて、で、カンダタに2回連続開始の連続食らって、普通に全滅させられて、そしたら、ツイッチもいきなりなんか、切断というか、なんか、わかんないけど、サーバーが落ちて、で、同説もそれで1000人いなくなって、なんか、ムカついて、それで、もう一回じゃあ行くか、つったら、なんか、道中の敵に呪いかけられて、今、メッキ呪われてます。で、その呪いを解こうとするも、今、金がなくて、呪いを解くのに600ゴールドかかるのに、478ゴールドしかなくて、ムカついて昨日は、それで、なんか糖分を摂取してない昨日ストレスもあって、そのままぶつ切りました。はい、それが前回のあらすじとなっております。許せない、俺、本当に。いや、一個だけなら許した。呪いに起きたとか、全滅したとか、スイッチが切断されたとか、一個だけなら全部許せるんだけど、三個同時に起きたら、さすがに僕も堪忍袋の尾が切れましたということで、はい、そのまま PS2 のスイッチを切りました。大変、あの時に、ギムギム言ってた方のコメントもついでに消してしまいました。大変申し訳ありません。戻す気はございません。ということで、もう一回、あれだね、東に行く、東の試練の洞窟に行ってみましょうかと。こんなペースで話してるから俺多分疲れてて死ぬんだろうな。ちなみに俺あれサブスク入ってようが関係なくめちゃめちゃ消すからね。気をつけてほしい。そういう防護壁があると思わないだし、俺わかんないんだ。サブスクがついてるマークがどれとか全然わかんないから、マジでそういうの関係なく消しちゃう。ごめん、手が震えてるんだ。関係ねえんだ、そういうのは俺には。しか聞こえない壁に頭を打ちつける準備なりいつでもできてるからねあとね、そういうのもなんかバン対象になるそうだから普通に俺、やるときはもし理性があったらこうやってみたいな、こういう感じでいこうと思ってる。マジで結構ね、視覚的にもバンにされることが多いらしくて、まあそういう感じでちょっとねまあ怖いかもしれないけど、でもこれだとバンされないらしいのよ。ただね、もしかしたら野菜を切ってるだけかもしれないから、そういうね、やっぱりなんだろう、可能性を減らすというか、バンされる可能性を減らしていきたいよね。あれ耳聞こえなくなった。あれ何これ。俺たまに最近耳鳴りがしてさ、なんか片耳だけ左耳なんだけど全く聞こえなくなるんだよね何かのブラックかもしれない。恐ろしい。